高海島とは、律令制における、関東の一つ。天平十七年、大国四十万束、上国三十万束、中国二十万束、下国十万束を、省税から分離して推奨し、その離島で漢物の決失未みを補填し、残りを国史の収入とした。それ以前については、公殿の自主党を当てたり、国史に無利子で、関東を貸し与えて、 これを水庫に準じて運用させていたと考えられている。なお、公開党導入の主な目的については、国士の給与を確保する目的とする見方と、干物の不足分を補うことが目的であったとする見方が対立している。公開党導入後、その補填や分配方法をめぐって問題が生じたため、天平法事元年10月1日に、 公開処分式と称される具体的な規定が定められ、まず乾物の血不未納の補填、次に国著に当てた上で残りを国賀の職員に分配した。すなわち、守る6分、助4分、上3分、目2分、踏みを1分、石1分、博士1分の割合で分配するものとした。 例えば、前述の職員が各1名の定員であった場合、6プラス4プラス3プラス2プラス1プラス1プラス1イコール17ということで、配分予定の公開等は17等分されて、そのうちの6つ分を守る、4つ分を、すけ、という具合で特分が決定されることになる。ただし、実際には、定員が複数の官職がある場合や、県間、要人、 年間などの形で認ぜられるものもあったが、その場合でも個々に規定通りの特分が与えられたため、さらに細分化されることになっていた。国によって事情は異なるものの、一つ分がほぼ二千束になる見通しで運用されていたと考えられている。この式によって、公会等が官物の不足を補うために用いることが優先される。一方で国史の特分としての性格が強められる。 ことになり、後に朝廷が、官物の決質未納分を強制的に補填させることを後悔を奪うと称するようになった。また、その後も国司の交代時に、前任者と後任者の間で、どのように分配するかなど、たびたび紛争のもととなった。さらに自分たちの特分を確保するために、式の規定を守らず、官物の補填や国著への割り振りを行わずに、 公会党を分配する国史もおり、官物の決死未能の増加の一因となった。運営とそこから出た離党の配分に関する記録は、毎年集計されて、公会所文帳として作成され、民部省、主税寮に提出していた。演技式では、小税の推敵等と同額の公会党の設置が、規定されている。天平法事2年には、太財府の官任に対しても不、不刊行。 海賀地区、豊か、小江の、計6カ国に、計100万束置かれている。ところが、中央財政の不足による転用や、官物の欠失未納の増加によって諸国が持つこう回答では補えなくなったとして、延暦9年に欠失未納分をすべて免じて、補填に当てる額の上限を設けて、公回答の立て直しに当たらざるを得なくなった。以後、延暦年間には、 消失未納分の強点化や公開党の一時廃止も含めた改革も行われたが十分なものではなかった。平安時代中期以後、燃料給分制度の登場とともに国史の目や情を2分の間、3分の間と呼ばれるようになるがこれは民間によって得られる公開党の配分原則に由来する。その一方で、省税、公開党ともに実質は失われて崩壊していき、 11世紀に入ると歴史から姿を消すことになる。ありがとうございます。